はい、どうも、ごきげんよう、かいです。今回は、サークルピッキングができるようになってきた人用に向けての、俺が習得のために、得するために練習してた方法をいくつかこれから紹介していこうと思うんだけど、まず最初は、スタミナ編、持久力編という形で、まあ、普通のね、例えばスポーツ的な感じで筋トレとかいろいろあると思うんだけど、ああいうとこのメニューに入るとしたら、まあ、走り込みみたいな感じ、ジョギングじゃない、ランニングか。もちろんこれもね、こう筋肉をね、動かしてるわけだから、少なからず、まあ、耐久力がないといけないわけ。で、前の動画は、やり方とかね、そういうの辺の解説はね、俺の他の動画を見てもらえば、わかると思うんだけど、だから今回は、その、まあ、練習メニューとして、ランニング。まあ、言ってもね、人差し指をこうずっとクリクリクリって動かすわけだから、この可動域をやっぱその広げていくために、この腱をね、慣れさせてあげないといけないわけよ。うん。だからやることは簡単で、その走るのと同じでね、まあ、こう、弦を決めて、まあ、こう、まあ、どこでもいいから、まあ、押さえたりして、まあ、押さなくてもどうしてもいいんだけど。ひたすらこれを続ける感じ。うん。それだけかよって思うかもしれないけど、まあ、でも、その何それだけの中でも、ちょっとルールを決めたりして、バリエーション豊かにしてあげるといい。例えば、この、6弦、4弦、5弦、3弦っていう感じで、弦を一つずつまたいたりね、こうなんか。こんな感じでやったりしたとか。まあ、俺とかだから、そう、当時、その高校生の時、このピーキングを練習してた時は、まあ、それこそ YouTube 見ながらとか、あとテレビ見ながらとか、あとご飯食べながらとかやってたね、こう。ひたすらずっとこう。そう。人差し指とこの親指の動きを、まあ、こう覚えさせてあげて、うん、この縦の動きっていうのね。そうそうそう。まあ、やっぱ人差し指をね、こう、ちょっと、なんつうの、親指でこう押し返してあげて、そうやるんだけど、軽くやっぱこの感覚的にも、なかなか、でも今左手やるとさ、ちょっとなんか気持ち悪いわけよって、あんま動かないしね、ほら。あんま動かないでしょ。ランニングでこのスタミナをつけることは結構大事ですね。うん、当時高校生の時は、だからほんとピック持って、でもちろんね、学校のだから授業中とかで、ひたすらこうなんか机にさ、なんか溝とか傷とかあったじゃん。そこをひたすらこうクリクリクリってやったりして、うん、時間潰してたじゃん、ね。その、楽天ってだっけ、黄色い音楽の楽天読みながらひたすら右手をこうクリクリクリって、もう無意識に動くよね。そう、無意識に動くってのは結構大事かもしれない。無意識クラスにも、しっかりこの、動きっていうのを右手に慣れさせてあげる。とこまでいけたらベターかな。うん。前の動画でも説明したんだけど、やっぱこうずっと繰り返してるうちに、だん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 なんだろうな、この手汗が出てくるから。で、手汗が出て、どのぐらい自分は、その何ピックの位置が、どれくらい引いたら変わるのかなっていうのを、自分の中でどのくらいっていうのをちょっと覚えさせてあげるのも一ついいかもしれない。あとやっぱピックはね、一つに絞った方がいいと思う。っていうのは、ま、いろいろ試すのも大事なんだけど、この練習をするときに、やっぱこの、親指と人差し指が結構このピッキングの要になってくるから、ピックの厚さとか形が変わると、せっかく覚えたこのフォームが、ちょっと軌道とか、修正とかしないといけないと思うのよ。だから、練習する前に、この、ピックとかはもう決めておく、うん、のが大事。で、しっかりね、こう、親指で角度をつけて、この、縦の、この、垂直にして、ピッキングしてあげるのが、このピッキングのミソかな。うん。まあ、詳しいやり方とか、俺の前の動画見てもらえばいいかな。じゃあ、そんな感じ。じゃあ、明日からは、この、ピッキングのアクセントの付け方だとか、よりだからこのピッキングを音楽的にする感じに、うん、説明していこうと思うから。はい。じゃあまた明日お会いしましょう。それでは、さよなら。